皆さん、こんにちは。ジャスティス・ヨークルです。退院して、そしてミルクちゃんです。どうも。退院しましてですね、ちょうど、今日で10日経ちました。はい。本当に皆さんのおかげでですね、本当に結構、おいミルクちゃん、本当に元気になってきまして、体重もですね、入院前と比べて、10キロ減まで戻りました。まだまだこの肺とか、動悸みたいな、ちょっとやはり血管とかこう心臓系血栓が後遺症としてできやすいってことなので、ちょっと無理はできないんで、徐々に、ウォーキングとかですね、体をもちょっとずつ戻していこうという感じなんですけれども、本当にですね、皆さんのおかげで、なんとかちょっとずつ戻ってきました。はい、ありがとうございます。体重も今95キロあったんですけど、今85まで戻りまして、ミルクちゃん、引き続きですね、ステップバイステップで、ゆっくりちょっとリハビリの方頑張っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。取り急ぎご報告でした。ありがとうございました。